っしゃい、見てらっしゃい。この横浜シティに世界各地から集まってきた歴戦のゴーレムたち。こいつらが拳を交える戦い、見てみたいと思わないかい？あー、すげえ、見て！よっ、戦いて！お、試合に参加するのかい、坊主？おーや！おー、威勢がいいな。けどおめえ、エンチャント学園の生徒みてえだな。見たところ、ゴーレムを持ってねえんじゃないのか？バカ言うな、おっさん！当然、ゴーレムの一体や二体！持ってないよね。アツマ危なっかしいから、ゴーレムの所持が禁止されてるわよね。はい。なんだ、落ちこぼれか、おめえ。じゃあ参加は無理だな。残念だが諦めな、坊主。はい。ねえ、アツマ、僕の記憶が確かなら何とかなるかな。うっ、マジで。とりあえずここの隣にある出店に行こう。卵の形をしたやつだよ。わかった、隣の出店だな。すいません、ゴーレムチケットツアーの受付はこちらでいいですか？おう、ここだ。参加かい？ええ、彼が。え、俺？参加って何？ゴーレムチケットツアーって何？ゴーレムチケットツアーってのは、横浜シティ祭に出資を行っているプレジデントゴーレム社が主催しているイベントだ。祭りの様々な場所にある催し物をクリアすることで入手することができる。ゴーレムチケットを4枚集めれば、先着100名様に漏れなく景品を差し上げるという仕組みさ。景品って？景品はな、プレジデント社から提供された素敵丸いゴーレムさ。要するにチケットを集めてくれば。その素敵マル秘ゴーレムをもらえるってこと？そういうことだ。やる、やる、むちゃくちゃやります。むちゃくちゃはしないでね。じゃあ参加だな。名前はなんだ？集まっと。よし、 OK だ。じゃあチケットが全部集まったら、またここの受付に来てくれ。それからヒントが聞きたい時もこの受付で聞いてくれ。了解。よっしゃ、チケット探すぜ。はいはい。なんで私まで。ムムム、チケットの香りがする。こんにちは、のんきで陽気なピエロがお届けするワクワク横浜クイズの時間だよ。見事4問連続で正解された方には、漏れなくゴーレムチケットプレゼントだよ。
はいはい、参加参加。はい、参加ですね。ではでは、早速第一問だよ。今日はめでたいお祭りですが、一体何を祝ってるのでしょうか。お祭り、お祭りといえば嬉しいこと、嬉しいことといえばピーン、わかった。学園の期末試験の終了を祝ってるんだ。試験が終わるとみんな嬉しいもんな。ブブー、残念、不正解。またチャレンジしてね。くそー、もう一回だ。無駄よ、やめときなさい。あんたに4問連続正解なんて絶対無理無理。なんだと？時間も無駄だって言ってんのよ。やってみなきゃ分かんねえだろ。無駄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 よ。ピエル君、もう一回チャレンジしてもいいかな。はい、喜んで。ワクワク横浜クイズの時間だよ。見事4問連続で正解された方には、もれなくゴーレムチケットプレゼントだよ。ではでは、早速第1問だよ。今日はめでたいお祭りですが、一体何を祝ってるのでしょうか。祝っていうのは横浜シティの成立だね。ゴーレム王が集結してシティが作られた時のことを祝ったんだ。お見事、大正解だよ。ではでは、第2問だよ。今日も横浜シティ軍の警備兵の皆さんがお祭りの警備をしていますが、シティ軍内での彼らの所属は何軍になるでしょうか。横浜シティの警備を行っているのは中央治安維持軍。主に外敵に対するシティの防衛とシティ内での犯罪検挙を行っている。他にもシティ外部での活動を行う戦略軍や他シティでの特殊任務に就く特殊部隊なんかがあるみたいだね。お見事、大正解だよ。ではでは、第3問だよ。ではそのシティ軍に所属し横浜シティの警備の役割を担っているゴーレム、通称ガードゴーレムの正式名称は何でしょうか。 GP045 横浜ガード。 GP はゴーレムポリスの略だね。お見事、大正解だよ。ではついに第4問、最終問題だよ。伝説の存在と言われているデビルゴーレム、この横浜シティにもデビルゴーレムにまつわるおとぎ話が残っています。そのおとぎ話の題名は何でしょうか。氷の魔女だね。横浜シティには氷を司るデビルゴーレムが封じられていると言われている。ま、もっとも今のところただの伝承で本当にいるかどうかは分かっていないんだけどね。お見事、大正解だよ。全問正解だよ。
すっげえ。トウヤなら当然よ。ではでは、全問正解のあなたにはゴーレムチケットをプレゼントだよ。よっしゃ、チケットゲットだぜ。あんたは何もしてないでしょうが。むむむ、チケットのスメルがする。発言が動物的に。はい、お客様、こちらでフレッシュジューステイスティングに成功された方にはもれなくゴーレムチケットを差し上げております。テスティング？テストは苦手なんだよな。違う、テイスティング。ジュースの味見をして銘柄を当てるんだよ。こちらに用意したリンゴジュースの銘柄を当てていただきます。よし、来い。俺が黄金の舌を持っていることを知らないとは言わせないぜ。そんなの初耳よ。そんなの初耳だね。しかも黄金って意味わからないし。では、どうぞ。よし、行くぞ。一気に飲み干しちゃったね。例の舌に触れてないんじゃ。なるほど、この舌の上でとろけるまろやかな甘さと初夏の風のようなかぐわしい、これは間違いなく。違いない、これはリンゴジュースだ。正解だけど違うよ、アツマ。リンゴのジュースなのは分かっているから、その銘柄が何なのかを当てるんだよ。そうなの？そんなの分かるわけないじゃん。バカ。すいません、今のはちょっとした冗談だったんです。もう一杯いただけますか。はい、よろしいですよ、どうぞ。ではなるほど、これは源農園さんの初摘みリンゴを使ったアップルジュースですね。一見平農園のものにも似ていますが、酸味が特徴的なので分かります。すごい、完璧です。さすがトウヤ。いや、酸味の違いには気づかなかったな。あんたは何にも気づいてないでしょ。とにかく正解なさいましたので、ゴーレムチケットをどうぞ。よっしゃ、チケットゲットだぜ。サンキュー、トウヤ。どういたしまして。